うわ、うまそう。ちょっと待って、まずトイレ行きますね。ちょっとお腹空いたので、パーキングエリアで何かいろんなもの食べたいと思います。ちょっと待って、ちょっとトイレ行くんで、ちょっと一回ラジオにして、ちょっと、いやー、パーキングエリア来ましたよ皆さん。あ、こんにちは。いや、いいですねパーキングエリア。まずパーキングエリアのね、特徴としてね、たくさんの自販機があるっていう。あ、こんにちは、レインボー風船10個どうも。たくさんの自販機がありますね。うわ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 、うわ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 、すごいな、すごい、液晶で買える自販機だ、すごい。うわうわうわ、ここにも、うわ、何これ、あんかけ、五目あんかけ焼きそば、わお、美味しそう。うわ、何これ、これめっちゃ美味しそうなんだけど、見て、ラーメン990円、高いな。このほら、メンマがめっちゃ長い。わお、深谷うどん、深谷豚のうどん、ロースカツ、三元豚の生姜焼き、すごいですね。自販機から自販機もつあってあって、あ、ラジオどうも。あ、出た、これ中で、これ作っての中で見れるやつだ、これすごい、いっぱいありますよ、食堂とか。すごい、中にもいっぱいある。うわ、出た、セレブガチャ1000円。任天堂スイッチ、本当に入ってんのこれ。PS5 はない、4はあるね。任天堂スイッチ、本当かよ。アレンボ風船とディズニーパスポート、本当ですかこれ。レインボー風船どうも。入ってんのかよ本当に。サービスエリアにこんなの知らないですね。すごい、ラーメンうまそうだな。天ぷらとかいろいろあるね。これね、皆さん、これ面白いんですよ、これ。これ超面白いやつだ。これ多分ですけど、これをポチって押すじゃないですか。そうすると、この中で、あなたのためにドリップ中とかして変だな、音楽流れてなんか作るやつだと思うんですよ、多分これ。これめっちゃ面白いやつだ、多分。どうしようかな。ちょっと太っちゃうけど、キャラメルラテ、ホイップトッピング、うわ、ホイップトッピングなんだ、これ頼んでみようかな。いきます。あ、レインボー風船どうも。よっ、さあ、キャラメルラテ、ホイップトッピング、こっち出た。
た。出た。この中でドリップしてる。あー、くそ。ライトが反射して画面があんま見えない。これ受けないぞ。音楽があなたのためにドリップしてる。今これ作ってるのがリアルタイムで見られるっぽいんですよ、中で。トゥトゥン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 トゥたぶんリアルタイムのやつです、たぶんすけど。もうすぐできない。お、来た。おお、来た。来たんじゃない。おー、来た、開いた。あ、クーモフモフさん、ハートどうも。来ました。おー、ストローとか必要かな。見てください、皆さん。トゥトゥン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 、てん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 。え、これ何、これ何だろう、これ何すかね、これは何。これは何ですか。飲み口の蓋。あー、そういうことか。よくわかるね、こんなの。そういうことか、そういうことか。蓋できないっすけどね。あ、できた。きつめにやれば蓋になるんだ。本当だ。ホイップらしいね。ちょっと開けてみようか。ホイップってもこんな感じなんや。飲んでみましょうか。飲んでみますか。うまっ。めっちゃうまい。なにこれ。うわ、めちゃくちゃうまい。なにこれ。これ超うまいよ。ヒゲ伸びちゃってる。うわ、うまっ。ナイスをしました、どうも。ナイスはもうあれだけど、うまっ。うん。あ、ハートどうも。初見です、どうも。
張っす。次焼きそばとか食べましょうか。全部飲み切ったんで。次焼きそばとか食べましょうか。でもどうしよう、飲み物とか必要だよな。まあ、とりあえず回ってみるか。出た、肉まりおきおにぎり横浜豚まん、ワンハンドモアチーズ。あ、かき氷売ってるよ。高っ、400円。中華ちまき、ブリードドッグ、超ロングソーセージドッグ、ケバブドッグ、王道ソース焼きそば、ケバブドッグセット。高いな。王道ソース焼きそば&ケバブドッグ1000円、高くないか。チキンタツサバーガー、王道ソース焼きそば、うわすげえ、超ロングソーセージドッグ650円、高っ。650円、栗ソフト。なんかさ、サービスエリアに結構有名な、なんかなんていうの、メニューみたいなのもあるとこあるらしいよね。あ、たこ焼き、わ、いろんな たこ焼きがある。醤油とか、ちょっとあんまりこうさ、あんまりこうゆっくり見たらなんかいらっしゃいませって言われちゃうから。うわ、何これ何これ、牛乳シェイク、夕張メロンシェイク、あ、焼きそば、あ、出た、カルビ串、これうまいんだよな、高いけど。なるほど、宝くじ、クレープ、どうしよっかな。とりあえず飲み物買うか。飲み物買って焼きそば、今食べたいのは焼きそば。絵的になんかあのソーセージのなんだこれ、長いやつがいいかなと思うんだけど。何これ、自動販売機でドリンクを購入いただくとウルトラマンゼロから声が出るよ。これってこと、これここの自販機でなんか買うとウルトラマンが喋るらしいです。マジか。なんか買いますか。16茶の麦茶買おうかな。じゃあ、誰かが自販機で買おうとしている。お、喋った。先にやられたんだけど。誰かが今自販機で、行くぜ、ポチ、ウルトラマンゼロだ、俺はゼロ、ウルトラマンゼロだって。そこがスピーカーだと思うんですけど、喋りました。これだけか。まあそりゃそうだよね、そりゃこれだけだよ。だって普通のジュースの価格だもん、これ。まあでもいいんじゃないですか。まあ別に普通のジュースの価格で普通のジュース買ったら声が出るっていう、まあそれ、そんなもんですよ。それはそれ以上のサービスできないですよ。
だって普通にジュース買っただけだもん、普通の価格で。うわ、男梅ミックスとかあるよ、マジか。これ買いましょうか。どうしよう、あ、焼きそばの目玉焼き入りのやつ、閉じていいですか。はい、あ、一つで650になります。はい、あ、どうも、買いました。カルビも買おうかな。はい、どうぞ。どうしよう、はい、どうぞ。いいですね。豚タン串、はい、とあと、はい、どうしようかな、牛ロース、牛ロース、はい、はい、すいません、700円お返しです。はい、はい、はい。昼飯だけで1950円使っちゃった。飲み物を入れるともっとか、飲み物を入れると多分2300円ぐらい、さっきのコーヒーとお茶入れると。この焼きそば650円でしょ、でこの串が1300円でしょ、でお茶が多分130円、いやもうちょいしたかな、130円だっけ、プラスコーヒーが200円、2300円ぐらいかな。1300円か。いや、これは僕の贅沢のお金じゃないから、あくまで食レポですから、皆さんにね、パーキングエリアの
気分を味わってもらうための配信なんで、これは僕の贅沢のお金じゃないです。これはね、花園かな、このパーキングでは。多分花園だと思う。寄居らへんかな。ということで買いました。あら、美味しそう。650円焼きそば目玉焼き入りと500円の串と800円の串です。豚タン串が、これ上かな、上が多分豚タン串、これが500円で、下の牛串がなんと800円です1本で。さっきね、コーヒー、紙コップのコーヒー飲んで200円で、お茶がこれ150円かな。合計昼飯だけで2300円。でもこれは僕の贅沢のお金ではないんです。皆さんにパーキングエリアに来たつもりで、皆さんのこうパーキングエリアを楽しんでもらおうという配信でね、っていう配信なんで、これは経費なんで、これは僕の贅沢のお金ではないんで、あくまで仕事のお金なんでね、仕事の経費なんで、皆さんにねパーキングエリアの気分を味わってもらおうという配信なんでね。あ、風船どうも。あら、美味しそう。ごめんなさい、650円ですよこれ。あら、美味しそうじゃないですか。ほら、このテレビのインサート的なの撮りますよ、こうアップで。ほら皆さん、美味しそうじゃないですか。じゃあまずはこのね、卵をこう一緒に食べないで、まずはこれだけでいきましょうか。ほら、いきますよ皆さん。ではいただきたいと思います。あ、うまい。めっちゃうまいな。うわ、うまっ。うん、ちょっとお茶開けていいですか。うん、これをなんかお茶で、あー、かき込む感じっすよ。じゃあこう卵いっちゃいます。卵、あ、とろってなんないんだ。固まってる。とろってなんないぞ。固まってちゃってますねこれね。うん、元からこう火の通し加減が強かったのか余熱でいったのかは知らないですけど、はい、これで黄身を絡める感じができなかったですけど、いきますよ皆さん、これで。うん、いただきます。あー、うまい。うん、あー、うまいな。じゃあ次、豚タン串500円、これ1本500円です。豚タン串。もう一回言いますけど、これ僕の贅沢ではないですからね。家にいながらね、飛行機か、皆さんにパーキングエリアの気分を味わってもらおうと思う食レポなんで、これ500円です。500円ってことは、これ6個、タンが6個ついてるから、これ1個あたり6、8、18、これ1枚あたり80円ちょっとっすか。80円ちょっとしますね。いただきます。これだけで80円。あ、うまっ。うん、あ、うめえ。めっちゃ塩コショウがね、かなり濃いめに効いてますね。結構塩味が濃くて、で俺味濃いの好きなんですよ僕。めっちゃね、
塩の感じが濃くて、で胡椒もちゃんと効いててめっちゃ美味しい。うん、塩味が濃いめのちょっとスパイシーな感じで、あ、うまっ。硬くないの、まあ、若干硬いですけど、まあ、それがまた美味しいです。うん、柔らかいタンも美味しいけど、ちょっと固めのタンもそれはそれで美味しいみたいな。柔らかいシャトーブリアンも美味しいけど、固めの肉肉しい肉も美味しいじゃないですか。それはそれで、硬い肉には硬い肉の美味しさがありますからね。高い肉は高い肉の美味しさ、安い肉は安い肉の美味しさがあるんで、この焼きそばとこのねタンを同時に食べることによって、そのタン焼きそばみたいになる、タンの肉入りの焼きそばみたいな。うん、うん、甲殻つけた方がいいか。うん、あーうまいわ。あ、これもね、ビーガン機能はいいでしょ。これも皆さんの投げ銭で食ってるんで、これ皆さんの投げてくれたお金で食べてるんで、うん、皆さんのお金を僕がうんこに変えますんでね、みんなが投げてくれたお金で僕が食べ物を買ってそれを食べてうんこに変えます。みんなのお金を僕がうんこに変えるんで、製造機なんで。うん、あ、うん、美味しい。うん、皆さんの僕に投げたお金が全部うんこに変わってます。あ、美味しいな。うん、あ、マジで美味しい。いや、これ本当に美味しいっすよ。うん、うまっ。まあ、リスナーの方、いただきます。皆さんの投げてくれたお金でいただいてるんで、いただきます。いただいております。ありがとうございます。いつも投げてくれてありがとうございます。皆さん投げてくれる方、みんなのお金をうんこに変えてますんで、ありがとうございます。次はこれいきましょう。なんと1本800円、考えられますか皆さん。これ多分4本ぐらい、ここら辺繋がってないかな、これ多分 4個に分かれてる気がするんですよね。これが800円ってことは、この一塊で200円ってことですよ。多分4個ぐらいに分かれてる感じだと思うんですけど、この一塊でいったらなんと200円、これ1本800円ですからね。牛ロース串、じゃあいただきたいと思います。いや、これもう200円ですよ。この一塊で200円ですよ。ん、あー、うまい。あー、うまいね。うん、この肉肉しさが美味しいですね。肉肉しいんですけど、思ったよりは柔らかい。いや、全然そんな特別柔らかくはないですけど、見た目よりかは柔らかいですね。まあでも決してそんな柔らかい方ではないですけど、でもそのね、肉肉しくてちょっと硬い、もう噛み応えがある感じの美味しさがありますね。肉肉しい固めの、まあ固めって言ってもそこまで硬くないですけど、肉肉しい美味しさのあるやつ、美味しいし、うん、うまい。で、これでね、この肉、この肉がこうやって食べながらですね、この状態でまだ口に入ってるじゃないですか。この状態で独特を書き込むことによって、この牛串の肉が
焼きそばと絡み合って、まあ実質焼きそばの中の肉がこう入った感じっていうか、牛串の入った焼きそばを食べてる感じ、まあ、肉のたっぷりな焼きそばって感じですよね。うん、美味しい。うん、うまっ。じゃあ必殺技やっちゃいますか。皆さん必殺技いきますよこのね、この残った焼きそばとこの肉、これをどうするか。最後締めいきますか。まずこの肉はかけかけかけます。でかかり焼きそばの中に投入します。歯で取って焼きそばの中に投入します。はい、こうすることによって、なんと牛タン牛ロース、目玉焼き付き焼きそばになるということですよ。っていうこのもう最強のねジャンクフードになるっていう、はい、最強のねジャンクフードっす。ちょっと待って、これ蓋がこうめくれちゃう、どうしよう。なんか重いもの置かんと。これかファンデーション置いとこうじゃあこういただきたいと思います。合計金額ですか。2300円です。じゃあいただきたいと思います。贅沢な焼きそばだね。肉たっぷりの目玉焼きをのせなんて超贅沢じゃないですか。この焼きそば一杯、完食しました。ごちそうさまです。ごちそうさまです。うん、うまいね。あー、うまかったな。まあ星はそうだな、星いくつどうだろう。そうですね
腰ですか。腰二つ。うん。あ、ラジオどうも。まあ3がね、星3つが満点だとして 3点評価で星2つ、まあ、結構リアルです。結構リアル。いや、少なくないですよ、うん、結構リアルじゃないですか。いや、でも全然美味しいですよ。美味しいですけどちょっと値段とかいろいろ考えたらちょっと高いかなっていうパーキングエリア価格ですから、まあ、値段とかトータル面で考えたら、まあ星2つぐらいかな。まあでも美味しいですけど、全然美味しいですけど、うん、まあでも本当に美味しいです。全然美味しいよ。ただ値段とかいろんなバランスを考えた上で、まあちょっと正直高いじゃないですか。そう全てを加味した上で多分星2つ、うん、味もパーキングエリア並み。いやだから分かってないな。あのパーキングエリアで別にさ、じゃあほんとさ、めっちゃ高級店のね、牛牛とか出てくるようなシャトーブリアンとかとね、この肉を比べたら、そのそれを比べること自体がまずナンセンス。パーキングエリアにはパーキングエリアの良さがあるわけじゃないですか。こういうとこで食べるジャンクフード的なね、要するに B 級グルメって言われるものとかあるじゃん。お好み焼きとかさ、たこ焼きとか、あれ別に高級なものじゃないじゃないですか。でもそれにはそれの美味しさがあるわけで、そう、じゃあなんだろう、たこ焼きはたこ焼きですよ、お好みはお好み焼きですよって。でもね、じゃあここの肉と牛牛の肉、まあ同じ肉だからそこで比較したくなるのもわかるけど、同じ肉でも、まあそもそもなんていうの、その肉としてもさ、ね、安い肉の美味しさっていうのもあるわけで、高い肉の美味しさもあれば安い肉の美味しさもあるわけよ。肉肉しい肉の美味しさもあるわけで、そうそうそう、パーキングエリアはパーキングエリアの楽しみ方、あの美味しさがあるわけで、うん、そういう目線で見たら、うん、美味しいですよ僕は。ただ値段とかいろんなことを加味したら、まあ星2つかなという。まあ若干高いですからね、やっぱり。まあでもいいんじゃないですか。なんかこの別に味とかはね、質だけじゃないからね。なんかあのパーキングエリアで、このパーキングエリアの楽しさっていうんですかね、パーキングエリアっているだけでちょっとワクワクするじゃないですか。ちょっと楽しいじゃん、いるだけで、うん、でパーキングエリアの中でこうやっぱいるだけで楽しいっていうのは、言ってしまえばキャバクラと一緒なんですよね。そう、キャバクラ好きな人のキャバクラと一緒なんですよ。キャバクラいるだけで、キャバクラ好きな人はキャバクラいるだけでワクワクするじゃないですか。でキャバクラなんてはっきり言ってクソ高いじゃないですか、普通の感覚で言ったらね。そう、でもキャバクラ高いけど、キャバクラ好きな人からしたらキャバクラいることが楽しいから、それと一緒なんですよ。そう、サービスエリアも確かに他のところでちょっと高いかもしれないけど、サービスエリアだけいるだけで高いもん。これキャバクラと一緒ですから、ここはキャバクラですか本当に、うん、でキャバ嬢にね、なんかちょっとだ、例えばキャバクラ行ったらこんなレベルじゃないですよ、こんな値段じゃないですよ。もうそれこそ焼きそば1杯1000円とか、高いところだったら1500円2000円とかするんじゃないですか。カラスが喧嘩してるよ。で何の話したっけですね、すげえバイオハザード見て見えますかね、あそこに今屋根のところにカラスが止まってカー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 今鳴いてたんですけど、バイオハザードとかもあんな感じじゃないですか。バイオハザードとかもああいうとこに止まってカーカーとかつって何かをきっかけに襲ってきたりするじゃないですか。
バイオハザード1で言ったらなんかこうこうなんていうの変な、なんか絵があって、その人をこうなんか幼年期幼少期みたいな感じでこうなんかだん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 成長していく順にボタンを押していくんですけど、その順番通りに押すとなんか鍵みたいなのが多分手に入るんだけど、その順番を間違えるとカラスに襲われるっていう、うん、まあ、これバイオハザードを知ってる人しか分かんないと思うんだけど